どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この商品使ってみました。クレイツさんから新しく商品出た、エアスリークカールアイロンっていう商品になります。で、これ見た目的に結構ストレートアイロンみたいな感じに見えるんですけど、これカールアイロンで、カールしか作れない構造になってます。で、ポイントとしてはまず火傷がしにくいで、カールの持続力がアップして、あとツヤ感だったり潤いがキープできます。で、それはなぜかって言ったら、横からこの穴ぼこが開いてるんですけど、ここからこう風が出て、温めた髪の毛を、その吹き出し口の風で冷やして綺麗なカールを作るっていう構造になってます。で、やっぱりポイントが火傷もしにくいっていうので、プレートが多分外側についてなくて内側についてるので、短い方でも綺麗にカール出して、なおかつこう火傷の心配がないっていう風にできるかなと思いますので、実際今から使っていきたいと思いますので、気になる方ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。実際使っていきます。低温で巻けるっていうことなんで、今日は120度でやっていきます。もうつけたら結構風が聞こえますかね、ブイーンと音が鳴ってます。では実際巻いていきます。サイドの部分で、今日はちょっと今流行りの外跳ねヘアから作っていこうかなと思います。で、大体スライスちょっと薄めの方がいいかなと思うので、大体3、4センチ幅ぐらいで取って、ここを外跳ねにしちゃいます。レバーを押して開けますね。開いて、中間ぐらいから入れて離しますね。するとピタッと噛んだような状態になるので、そのまま自然に半回転だけさせて、かなり綺麗にカールが出てきます。その上の段もいきますね。だいたいサイドちょっと3ブロックぐらい分けて、ここもちょっと外跳ねにやっちゃいます。結構そんなに時間を置かなくても多分結構カールがつくかなと思う。今挟んで、ゆっくり回転させますね。もうこれで結構綺麗にカールが出てくるので、そんなに時間もかけずにできるかな。何秒も置かなくていいと思います。巻いてそのまま滑らすだけで OK かな。で、次表面の部分、ここは逆に内巻きに巻いちゃいます。中間から入れて、ゆっくり1回転ぐらいですね。ここは回転させて、結構がっつりとカールがつくので、本当に巻き込んだらっていうか、挟んだら本当にこうひねってもうスーッと滑らしてくるぐらいで、でも綺麗にカールが出ます。今本当に一瞬で巻いた感じなんですけど、これ内巻きですね。結構がっつりとカールがしっかりとついてて、外跳ねの部分もかなり弾力があって綺麗にカールがついてます。サイドでさっき120度で巻いたんですけど、すごくくっきりカールがついたので、ちょっとなんかゆっくりめに巻くってなると、多分100度で多分ちょうどいいかなと思うんで、一回こっちで試してみます。ちょっと後ろの部分も巻いていきます。先ほどと一緒に、外跳ねヘアでちょっと作っていきたいかなと思いますので、襟足の髪の毛を取って、次100度にしてます。で、巻いていきます。半分ぐらいから入れて、そのままちょっとゆっくりめにやってますね。ゆっくりめに滑らしてやると、やっぱ結構しっかり出てくれますね。固定巻いた時に崩れやすい、巻きが取れやすいとか結構おすすめかもしれないですね。ちょっと上も順にやっていきます。髪の毛が難毛だったり細毛の方、普通毛の方だったら本当に100度ぐらいでいいかなと。100度で巻けるんだったら、多分普通のカールアイロンだったりとかやったら140度とか、多分高い人で160とかで巻いてる方がいらっしゃるかなと思うんですけど、だいぶダメージだったりとかも抑えれるかなと思います。
度でも普通のコテで巻いたような感じですね。外羽根ヘアが結構いいかもしれないですね。まあちょっと外羽根ヘア作ってるからね、なんかあれなんですけど、大体こう1回転から半回転ぐらいこう外羽根って巻くんですけど、そうするとこういう風にカールがつくんで、なんか綺麗になってくれる感じがします。最後打ちましたね。でやっぱりこのスライス幅、この毛束の取る幅はやっぱりちょっと薄めがいいです。やっぱこの挟めないと意味ないですし、挟んだ時に厚かったりすると綺麗にカールが出ないかなと思うので、なるべくちょっと薄めで取ってあげるといいかなと思います。100度でやると結構ナチュラルな感じにできるかなと思います。取れやすい方とかはもうちょっと、まあ、120とか、まあ、140でもいいかなと思うんですけど、そうすると多分結構巻いた時に、まあ、スッと素早く取らないと多分カールがグリンって入りすぎてしまうかなと思います。これは100度で巻いたんですけど、本当に綺麗にカールがついてます。ナチュラルですね。本当にトリートメントも何もつけてなくて、結構本当にツヤっぽく見えるから、結構ダメージとかも多分だいぶ軽減されてるのかなと思います。前髪も同様に100度でちょっと巻いていってみます。挟んでゆっくりと、もうこれだけでも多分だいぶ綺麗にカールがつきますね。まあ本当に1、2ぐらいで外したぐらいでこんだけ綺麗にカールが出てます。ちょっとウェーブ巻きもやっちゃいます。で、だから縦に取って、次はコテを縦に入れますね。で、1回転だけさせて、そのままスーッと滑らせていきます。あ、結構綺麗にカール出ます。このぐらい、ちなみにこれ100度で巻いてこのぐらいのカールですね。結構個人的にはかなり良かったかなと、あのコテの中でもかなり革命を起こしてるかなと思ってます。で、やっぱりその温度がやっぱりその低温で巻けるっていうのが、まあ、今巻いててもすごいいいなっていうところで、本当にそのダメージだったりとかかなり多分軽減できると思います。で、本当に、まあ、柔らかい髪の毛の方だったりとか、あとまあ普通毛の方だったら全然100度でいけると思いますし、で逆に固めの方だったりとかちょっとカールが取れやすい方だと、まあ、もうちょっと140度ぐらいでやってもいいかなと思います。で、まあそういう部分では結構いいんですけど、やっぱそのカールが結構つきすぎちゃうっていうのがあるので、結構素早く、まあ、あの温度が高く、やる方、140度とかでやる方は結構素早くくるっと巻いて外した方がナチュラルなカールが出ると思いますし、で100度ぐらいだったら、まあ自然にこう1、2、3ぐらいで外すと綺麗に出るかなと思うので、その辺の部分を気をつけてもらったらかなり綺麗にカールが出るかなと、めちゃくちゃ簡単にできました。で、あと1個だけ、気になるというか、すごいあれなんですけど、やっぱ風がしっかり出るんで、温度つけたりとかちょっと温まってくるとこうやって音が鳴ります。これがずっと鳴ってる状態になるので、あの多分あの冷やしてる感じなんでずっと鳴っていくんですけど、それが少しだけ気になるぐらい、そのぐらいかなと思います。あとはもうバッチリ、全然もうなんていうんですか、使いやすくて本当にやけどしにくいし、今これ温まってるんですけど全然こうやって持っても全然大丈夫です。ここの中のプレートさえ触らなければやけども絶対しないかなと思いますので、多分もう、発売18日に発売だったと思います。なので、あの気になってた方ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ウェブサイトで買えると思います。それでは、さよなら。